江島聖島は、1953年から1954年まで、東京新聞に連載されていた、船橋聖一の小説。1954年と1955年に、新庁舎から単行本が刊行され、2007年に、同社文庫に復刊。1955年には、小竹によって映画化され、1971年には、東京12チャンネルと、 歌舞伎座テレビ室によってテレビドラマ化された。1955年10月30日公開。カラー映画。1971年10月2日から同年12月25日まで東京12チャンネルで放送。日産自動車の一社提供。全13話。放送時間は毎週土曜21時21時56分。1971年10月2日。 強連の舞1971年10月9日、春、ランマン1971年10月16日、風香る1971年10月23日、うつせみの縁1971年10月30日、塩分マイル1971年11月6日、浮草の恋1971年11月13日、女心1971年11月20日、 はなき心1971年11月27日、恋残媒1971年12月4日、盲目の炎1971年12月11日、落下の俗1971年12月18日、あだしよ1971年12月25日、花ちる里。ありがとうございます。